はい、えー。ご紹介ありがとうございます、えー。東京理科大学工学部電気工学科の小泉と申します。本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、えー、感謝申し上げます、えー。本日はですね、このスイッチドキャパシタ型小圧回路のキャパシタ電圧リプルの提言と題して少しご説明をさせていただきたいと思います。えー、発表の内容ですけれども、 さまざまな分野の皆さんもおられると伺っておりますので、新技術の背景として、非常に一般的なところから、どういった技術が使われているか、どういったところに使われているかというお話を最初にさせていただきまして、その後直流の電圧、これを昇圧すると、電圧を上げるという回路のちょっと基本的なところをお話しさせていただきます。 その後ですね、このスイッチドキャパシタという言葉が出てきましたが、これをちょっと、ここの直流電圧の昇圧のところでご紹介させていただいてで、基本的な動作をご説明した後、どういったところに工夫を今回通したかというところをご説明したいと思います。でさらに例としまして、直流から交流へ変換する回路への応用例。 これは今研究中の内容になりますけれども、少しご紹介をさせていただいて、発表をまとめとし、関連情報を提供して終わりたいと思います。それではよろしくお願いいたします。えーまあ、一般的なというところから、まあ、普通の午後のリビングの風景ですかね、こういったところをちょっと投影してみましたが、最近ですと、こう外を見てみますと、屋根の上に太陽光発電パネルが載っていて、 でこれはあの直流の電力を発電します、えー。屋内で使うには直流を交流に電力を変換すると、こういうステップを踏んでおり、インバータという装置が使われております。えー、またこの電力は屋内でも使われますし、屋外へも送り出されるというようなシステムが組まれております。で部屋の中に目を向けますと、えーまあ、これ一回交流の 100V から 最近ですと直流に直してで、さらに高い周波数の交流に直すインバーター系光灯であるとか、あるいは LED の照明が一般的となっております。ここでもやはり電力は変換されて使われております。さらに まあ今日あたりはちょうど適温ですけれども、ちょっと前まではもうエアコンがフル稼働しておりましたが、これも交流を直流に直し、直流を交流に直す。インバータエアコンなんていうのが広く、まあ、言葉としては知られておりますけれども、電力変換装置を背負っております。 それから最近ですとミュージックポットが横に置いてあったりしますね。こちらも USB から電力供給されてますが、USB の電圧は元はコンセントから取っているケースが多いと思いますけれども、交流から直流に変換されて、ここへつながっていると。また休憩しているようですけれども、在宅のまま。 仕事をしている休憩時間かもしれません。ノートパソコンに充電するには、交流から直流に直し、さらにバッテリーを蓄電し、内部ではさまざまな電圧に再度電圧が変換されております。で、えーまあ、効率よくですね、この間、ロボット掃除機が掃除をしているかもしれません。これも電力が足りなくなると、自分で定位置に戻って再び充電して動き出すというような動作を繰り返してまして、交流を直流に変換し、 でその直流を充電してで、さらに自分の適する電圧、電流に直して使っていると。こういうシステムです。またちょっと進んだお宅ですと、屋外に蓄電池があるかもしれません。これも太陽光発電とのつな、えー、がりをうまく調整しまして、必要な電力、余剰電力を蓄えて、また別の時に使うというような、えー、電力の効率の良い使い方もできますし、それから EV がある。 場合には、これをさらに、えー、充電という形で、えー、車の方の努力源として利用していると、こういったケースも考えられます。まあ、こうやって見てみますと、日常生活において必要不可欠の技術であると、この電力を変換するという技術は目立ちませんけれども、生活の隅々まで入っている技術であるというふうに見ることができると思います。でここからちょっと 電気回路が出てまいりましたけれども、じゃあこの電圧を変えるという技術に特化して、今少し簡単な入り口のご説明をさせていただきたいと思います、えー。小圧チョッパー回路というものがございます。これがおそらく最もシンプルで広く使われている回路だと思いますが、直流の電源がありまして、でここにコイル、インダクターがございます。えー半導体 これはもうセーフ ET の記号ですけれども、我々よくスイッチと呼んでますので、スイッチと言ってしまいますが、スイッチがついております。それからダイオード。一方向にしか電流を流せない素子があって、その先にコンデンサー。そしてこちら側に少し高い電圧が出てくる。ここに負荷をつけております。でどう動くかということですが、まあ、先ほどスイッチと呼びましたが、このスイッチがオンの時には、この直流の電源、まあ、電池だったりバッテリーだったり、そういったところから、この コイルインダクターの部分に電流が流れますそうしますとこの電流どんどん増え続けるんですけれどもエネルギーが蓄えられておりますその間ここ今スイッチオンになってしまって一番低い電圧とくっついてしまいましたのでダイオードはオフになりますでこの時出力の電圧はこのコンデンサーに蓄えられていた電荷を使って負荷の方へ供給されるとこういう区間がございます でさらに、今度このスイッチがオフになると、ここの L の増え続けていた電流、これによって蓄えられたエネルギーが放出されます。そうしますと、この L の電圧というのは、電流が減っていく方向で、右が高電位、左が低電位になります。ですので、もともとの電圧に L の電圧が足されて、負荷の方へつながって、電流が流れていきます。 コンデンサーは少し放電してましたので、充電されて電圧はちょっと上昇します。で、こちらの負荷の方にも電流が流れると。まあ、オフの時も、オンの時も、ほぼ一定の電圧が保たれるように、ここに比較的大きなコンデンサーを用意しています。このオンとオフの時間の比率、1サイクルの間に、このオンの時間がどのくらいあるかという割合を D で書きますと、1マイナス D 分の V インと。 という関数で理想的にはこの出力電圧が求まります。あまり D が大きくなるとですね、実際にはまた電圧が下がってしまうといった実際の回路の現象はあるんですけれども、ごく基本的にはこういう式で出力電圧が表せます。で、それに対しまして、今回、 ますスイッチドキャパシタの一番簡単な形、一番簡単かちょっと人によってお考え違うかもしれませんが、シンプルな例として、ここに今、コンデンサー1つを使ったスイッチドキャパシタのモデルが描かれております。これもどう使うかということなんですが、先ほどは L にエネルギーを蓄えてと言いましたが、今度はこのコンデンサーをうまく使います。ここにスイッチ2つありますけれども、片方をオフにして片方をオンにします。 でこの場合、今、この縦の下側のスイッチをオンにしていますが、そうするとここからここまでつながりますで。これは電源ですので、電源からダイオードを通って電流が流れて、このコンデンサーを充電すると、こういう区間がございます。その間、この外側の大きなコンデンサーから、やはり負荷の方に電流が流れると。これは全く一緒です。でもう一つのスイッチがオンになるときに、こちらのスイッチはオフになります。 そうしますと、今度はどうなるかというと、ここの電圧に対して、電圧源に対して、直列に先ほど充電されたコンデンサーがつながります。ですのでここの電圧が、ここの電圧が V イン、ここの電圧が V インですから、2V インの電圧がここにかかる。出力に与えられる。まあ、同時にここのコンデンサーも充電されるということになります。これとこれを対等に扱うには、こ,この D の値を0.5で動かせばちょうど同じものになります。 なんとなくユーが効かない感じがいたしますけれども、ちょっと回路の方を工夫しますと、例えばこれはもう一つユニットを増やす。そうすると3倍の Vin まで持ち上げることができます。この辺の値を細かくしていって、さらに段数を増やすことが可能です。で、次に示しますのは、この段数を 5段にしたものになります。コンデンサーがあって、コンデンサーがあって、元の電源がここにあって、でさらにコンデンサー、コンデンサーとつなげております。全部使えますと、5倍の電圧が出ます。5倍の電圧がここに出ると。こういう回路になります。で、えー、先ほど述べたように、まず、すべてのコンデンサーを充電しますというプロセスを設けます。そうしますと、この縦になっているスイッチ。 これをオンにして、横になっているスイッチを全部オフにいたします。そうすると、今、この黄色の太線で書いたところが充電される経路になるんですけども、これ、外側をなぞるようなことをいたしますと、ここがつながってまして、ここがオンでつながってまして、ここがつながってまして、オンでつながってます。ですから、ここの部分全部電源のプラスの極とつながっています。それから、ダイオードを通して、ここまでつながっています。 それから今度下側見てみますが、このスイッチとこのスイッチがオンですので、このコンデンサーの下側、このコンデンサーの下側、それからここのスイッチがオンですので、電源の負極がつながっています。それからこっちのダイオードを見てみますと、やはりこの負極もつながって、電源のマイナス極までたどり着きます。したがってこのコンデンサー全部並列にという言い方をしますが、この電源と同じ電圧に理想的には充電される。 その間、この外側の大きなコンデンサーから5倍の電圧が負荷の方に供給されているという状態を今表しております。でこの時このそれぞれのコンデンサーは充電されますので、まあ、若干回路中の抵抗などがありますから、急激にすっと上がった後電源の電圧と同じ電圧に至ります。 一方、こちらのコンデンサーは、もともと5倍の電圧までいってましたが、ここの負荷で電力が使われますので、だんだん電荷放出して、電圧が下がっていくると、こういうプロセスが必ず発生します。で、さらにその後どうなるかということですが、今度はこの縦を向いていたスイッチを全部オフにします。で、横を向いていたスイッチを全部オンにしますと、これ、階段状につながるんですが、 VIN の電圧に充電されていたコンデンサーが1つ、2つつながって、さらに電源の電圧がつながって、で上にコンデンサー2つつながって、すべて縦に並んで5倍の VIN という電圧がここに現れますで。これでここのコンデンサーを充電して、外にも電力を供給すると。この状態ですと、まず最初に電圧が一瞬上がります。 これはここにコンデンサー全部充電されたものが5倍の電圧となって一気にここに電流を流し込みます。ただこのコンデンサーは先ほど電圧が下がってましたので、まあ、上がりますけれども 5V インまではいきません。ちょっと下がりのところで止まります。でその時にこのそれぞれのコンデンサーはもともと入力電圧、ここの電源の電圧まで電圧上がってたんですけどもここのコンデンサーに向けて一瞬放電しますのでスッと最初下がってその後は これ全部直列につながったまま、負荷の方へ電力を供給していくんで、徐々にゆっくりと電圧が下がっていくとこういうプロセスがあります。で、ここまできますと、また先ほどの状態に戻ります。で、戻りますが、ここからさらに充電されるわけではなくて、このコンデンサ放電を続けますから、こことここの状態がつながってて、で、ここからさらに下がっていくということになります。で、ここで元に戻る。で、やや下がっていって、さらに下がっていってと、この動作を繰り返します。 こちらが再びここに戻って充電されてで、V の電圧のまままた縦につながったら放電する。この繰り返しです。この幅のことをリプルと呼んでますけれども、キャパシタの放電による電圧の低下。これがこのリプルの原因になります。当然リプルが発生するわけですが、このリプルを抑制するには、一つにはここのコンデンサーを大きくすると。 サイズも大きくなりますけれども、大容量化という方法がございます。それに対して、我々が考えましたのは、少しこの回路に余裕を持たせたらどうなるかという着想です。先ほど 5VIN と書いてましたが、ここで今 3VIN と書いてあります。欲張らずに3つだけ使ってみましょう。そうすると、どういう使い方になるかということなんですが、 ここの縦のスイッチをオンにして、横のスイッチをオフにすると、ここの部分がつながっています。それからここの部分がつながってまして、このコンデンサー2つとここの直流電圧源は並列、充電される状態になります。一方で、今ここ実践で書いてあるところは、これ横のスイッチがオンになっています。そうしますと、この部分は縦につながって で先ほどこの横につながった部分ともつながりますから、横につながった部分はここ素通しになります。で素通しになって VIN の電圧だけ上がって、さらにここのコンデンサの電圧 VIN だけ上がって、ここのコンデンサの電圧 VIN だけ上がると、ここに 3VIN という電圧が現れます。先ほどこの充電されているコンデンサーは充電が続いてますので、 電圧がスッと上がって、入力電圧 VIN と同じレベルに達している。で、一方、この2つは、一瞬接続された瞬間に電圧が下がって、その後電圧が徐々に下がっていく。こういう現象が出ます。で、こちらの大きなコンデンサーは 3VIN までヒッと上がって、その後下がっていきます。で、この次の状態で、今度はこういうふうに切り替えるんですね。今、放電していたコンデンサー、これを 逆に今度は縦のスイッチをオンにすることで、横につなげます。電源と横につなげます。そうしますと、この2つが先ほどのプロセスじゃないですけども、またスッと電圧が上がって V インに戻ります。で、こちら、先ほどまで充電されていた2つを縦につなげます。そうすると、V インが1つ、V インがもう1つ、V インがもう1つで、あとはダイオードを通ってそのまま出ていきますから、やはり 3V インの電圧が得られる。 でこれは先ほどに比べて、5V の時はここからまだ下がり続けたんですね。ここ切り離されて下がり続ける領域があったんですけども、ここでもうすでに準備のできたコンデンサーを2つ使って、元の 3V に戻そうというプロセスが入る。で先ほどと同じように、実際にはコンデンサーが2つと電源が1つつながって、回路としては放電をしていきますから、電圧が少しずつ下がっていきます。 これもちょうど入れ違いになるわけですけれども、そうしますと、このリプルというのは、3V と 5V の違いは抜きにしても小さくなります。えー、まあキャパシタの個数に少し余裕を持たせる、まあ、無駄だといえば無駄に見えるかもしれませんが、ここに余裕を持たせて、放電と充電を同時に進行していくと、こういう時間を設けることによって、このリプルが抑制されると、こういう効果がございます。 そうしますとこのリプル小さくて済みますので、この出力部分のコンデンサーは小さくて良い、あるいは同じサイズのコンデンサーを用いるのであれば、より直流のリプルが小さい、質の高い安定した電圧が得られるということになります。ここで少し一般的な話にまた入っていきますが、今度は直流から交流に変換するという話を少しさせていただきます。 これ一つの例なんですけれども、先ほど小圧チョッパーという回路を最初にご紹介しましたが、電源の電圧、バッテリーの電圧がそれほど高くないときに、初望の電圧を得るために、一旦ここで電圧を上げます。で、上げた電圧をもとにして、このフルブリッジインバータと書いてありますが、ここスイッチが4つついております。この4つをうまく使うことで交流に変換します。といっても、ここから出てくる波形は、 これもいろいろありますけれども、一例として、このパルスが0と VDC の間を行ったり来たりするソミみつわ、それから0とマイナス VDC の間を行ったり来たりするソミみつわで出てまいります。で、さらにこれを L と C を使ったフィルターを通すことできれいな制限波が出てくると、こういう3段階のプロセスで直流を交流に持っていくというのが一般的な構成かと思います。 えー、少しだけちょっとお話をさせていただくと、このフルブリッジのインバーターのところで何をやっているかということなんですが、入ってくる電圧は V の DC、先ほど小圧チョッパーで上がった直流の一定の電圧です。で、この2つのスイッチが上下にくっついてまして、これ両方同時にオンになりますと、この間ショートしてしまいますので、それはありません。ですから、S1 がオンの時には S2 がオフ。 またその逆もしっかりで、同じく S3 がオンの時には S4 がオフと、こういう組み合わせになっております。で、出力として得られるのは、この間ですね、それぞれのスイッチの間から引っ張ってきた端子。ここの部分に先ほどの、えー、パルスが並んだ波形が出てまいります。で、作り方はどうやってるかっていうのは、ちょっと簡単にご説明しますが、1つこう三角波というのを用意します。で、そこに出したい波形を用意します。 でこれをひっくり返した波形をもう一つ用意しますで。この2つを、これは共通なんですけども、三角岩共通にして比較します。で比較しますと、どっちが上かということで、信号が決まってまいりまして、えー、波形を並べたのが、この一番上の図になります。三角波共通です。で青の波形を見てみますと、ここは青の方が三角波より上です。この三角波より上です。でここは三角波の方が上です。青の方が下です。 ってことで、ここからここまでは青がハイになってまして、で、ここからここは青がローになってます。で、再びここからここは三角波の方が下で、青の制限波が上になってますから、ハイになります。したがって、この青の波形が上に行けば行くほど、ハイの区間が長くなる。この幅が大きくなります。大きくなっていって、小さくなってきて、で、ここゼロを横切るあたりでちょうど幅が同じになる。で、マイナスへ沈んでいきますと、逆にだんだんこの パルスのののの幅は小さくくななっってていいききまます。す。す。ここローの区間が長れ繰り返しで,で S1 と S2 は裏表の関係になりますので、ちょうどこれを論理的にひっくり返した波形がここに書かれています。そうしますと、ここの VA0 と書いてありますが、この点の電圧は GS1 がオンのときには VDC、GS2 がオンのときには0になりまして、 結果的にこの GS1 の波形を縦に引き伸ばして VDC と0の間に当てはめますとちょうどこの VA0 という電圧が見えてまいります。で、全く同じことをこの赤の信号、青をひっくり返した信号に対して行いますと GS の3という信号が作り出されます。これ最初、ここが赤の方が上で三角波の方が下です。で、ここを境に三角波の方が上に行って赤の方が下になってますので、えー、最初は ハイになって、次にローになってという出方をしてで、さらに今度はマイナスの方へ、マイナスの方へだんだん進むに従って、パルスの幅が小さくなる。で、0の付近でだいたい同じ幅のパルスが出て、で、その後、プラスに行くに従って、パルスの幅が太くなると。で、GS の4というのはこの裏表の関係になっております。従いまして、GS3 を縦に伸ばしたのが VB0 の波形です。 でこの VAB というのは、ここの電圧とここの電圧の引き算になりますので、重ねてみます。そうしますと微妙にずれてるのもわかると思うんですが、これをちゃんと引き算いたしますと、こういう形になります。これが先ほど VAB の波形として紹介したパルスになりますで。これを作るにあたって、ちょっと細かいところを見たいんですけれども、 ここの電圧が V の DC です。で、この V の DC が、ここにフルブリッジのインバータにかかっているわけですが、ここを流れているとき、このときには、ここの電圧は VDC です。で、負荷で電圧が下がって、ここの電圧は0です。ということは、ここのスイッチには VDC の電圧。ここのスイッチにも VDC の電圧がかかります。それからもう一つの場面として、 この上の2つがオンになっているときがあります。このときには、ここが VDC です。ですから、ここのスイッチに VDC の電圧。ここも同じですね。下のスイッチに VDC の電圧がかかる。それからもう一つの場面としては、下の2つがオンになっている。このときには上の2つに VDC の電圧がかかる。で、さらにもう一つ、この逆の対角線上がオンになっているときには、左上と右下に VDC の電圧がかかります。 つまりこのスイッチには常に入力の電圧と小圧のチョッパーを介して、小圧された高い電圧がかかるということになります。で、この VDC にかかることによって、これに耐えられる素子を選ぶ必要があります。で、スイッチングの損失が増大すると。これは1 2分の 1CV 事情 O というエネルギーがオンになるときにロスになりまして、で、また再び1 2分の 1CV 事情というエネルギーがここに。 コンデンサーが実は横に規制しているんですけれども、それが充電されるときに消去されます。で、一方、スイッチドキャパシタ、これを使いますと、先ほどのこの5段階に電圧を足し算できる回路になりますけれども、これを使いますと、それぞれのレベルが。 こ,こ出てくるんですけれどもオンとオフを切り替えることによって VIN、2VIN、3VIN、4VIN、5VIN というのを出すことができるんですがその作り方はこの2つのスイッチをどちらをオンにするかオフにするかで作り出すことができます。このそれぞれのスイッチにかかる電圧は最大でも入力電圧 VIN のレベルにとどまります。それをここの同じくフルブリッジインバーターで曲線を変えるんですけれども先ほどと違いまして この付近と、この付近と、この付近だけで、ここの回路を使います。ですから、モス FET にかかる電圧が高いところのスイッチは、まあ、4つだけ必要なんですけれども、あまり頻繁に動かしません。ですから、スイッチング損失は小さくなります。それから、もともと比べていただくとわかりますが、制限波に近い形をしてますので、フィルターを通すと、きれいな制限波となって出てまいります。で、さらにですね、これを、 まあどのように作り出すかってことなんですが、その三角波と正弦波の比較の仕方が通り、まあ、従来のもので二通りあるんですけども、これですと各レベルごとに横にスライスして、でこの色がついているところのスイッチがオンオフを繰り返します。でそうしますと、このしばらく動かない区間というのが出てきます。この青の波形と交わるところでスイッチが動くんですけれども、動かないところでは、 コンデンサーがずっと放電を続けます。従いまして、その間、電圧が下がってくるという傾向があります。これをやや改善したのがレベル1層シフトというやり方ですが、今回の放電するコンデンサーと充電するコンデンサーをうまく組み合わせるという方式、これをキャリアローテーションというやり方で組み合わせますと、頻繁にこのオンとオフを繰り返すところを変えることができます。 これを使いますと、コンデンサーが放電を続けることなく、えー、繰り返し充電されるので、波形が改善されるというメリットがございます。シミュレーションでこういった回路を組みまして、実際に動かしてみたところ、結果はこうなっていますが、放電が続くとこう頭が少し斜めに下がってまいります。レベルシフト、レベルイソシフト、どちらもちょっと下がっていて、でコンデンサーの電圧がもともと60ボルトあったものが16ボルトぐらい。 この時でも1 3トぐらい下がってまいります。しかし、この充電しながら放電という扱いをうまく組み合わせますと、えー、制限波としてはこの歪み率1.42%で、電圧が6 0トに対して2ト程度の低下に収まるというようなシミュレーション結果が出ております。 えーまあ、この出し方なんですけれども、組み合わせを変えますと、それぞれ先ほども紹介しましたが、上の2つを充電しながら使う、それから真ん中の2つを充電しながら使う、あるいはこの飛び飛びに2つのコンデンサーを充電しながら使うと、えー、4通り、6通り、4通りと、この3つの電圧を出す方法が一番組み合わせとしては多くなりますが、6通り使うことができます。 以上まとめますと、スイッチドキャパシタに自由度を与えて動作をさせると。こういう着想で、直流の昇圧回路、直流側だけで使った場合にはリプルが低減するという特徴がございます。それから小容量のキャパシタを選択することができます。で回路は若干複雑化します。それからインバータ、直流交流変換回路として使う場合には、マルチレベルインバータとして利用しますが、やはりリプルが低減すると。それから小容量のキャパシタが選択できる出力フィルターの部分です。 それから歪み、全体の波形の歪みが改善するといったメリットがございます。想定される用途としては、マイクロインバータ、ーそれから数十ワットから数百ワット程度のインバータ、ーこれはコンデンサーを使うことによって、あまり大きなワット数まではいけないかと思います。それから複数の出力電圧を設定できるような DC-DC DC コンバータ、漠然とした書き方ですけれども、様々な用途がございますので、こういった述べ方に留めさせていただきます。 実用化に向けた課題ですけども、今現在はこのシミュレーションの最中です。キャリアローテーションの方式を検討しております。オープンループにて回路の動作まではできている。で用途の明確化とパラメータの最適化というのは、これはあの実際に使う方のお話を聞きながらやっていく内容かと思います。 まれわれ、我々回路の研究に特化しておりまして、あまりノウハウがございません。ですので、電源装置の実際の技術を持たれるメーカー様、スイッチング電源のメーカー様、インバータのメーカー様、こういったところと一緒にできますと、何かそれらしいものになっていくんではないのかなという期待を持っております。知財権は今、出願したレベルでこちらにございます。ちょっと駆け足になりましたけれども、以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。